はいどうも、妖怪三国志国取り図今回もやっていきます。今回はね、カイラの長画者ね、回したいと思います。カイラね、一応ね、あと50回で転生確定で、あと10回で小生確定なんでね、まあ小生は出るかなっていうところで、こっちの長画者の方をやりたいと思います。まあ一応ね、この首の座ってないカイラで、ノルソルと大都督ぬらり、まあ大都督ぬらりもね、結構いいキャラだよね。取り付く超過後、あ、超過後だよね。そう、超過後、命中アップということでね、超過後妖怪ということと、まあノルソルはね、今回ノルソル来るかなと思ってたんだけどね、4体超サボりっていう感じで、はい。で、我らがカイラ、ストーリーはね、これ見てない人ね、見るとね、呪法呪もらえるので、必ずね、1話はね、見るようにしましょう。カイラ落ち込むなよ。下を向くなカイラって感じでね。はい。カイラ素直じゃないな。ライバルだからなということでね。創炎の力。カイラもね、なんかなんだっけ、太公望たちみたいに取り巻きがいるよね。おまけのニャロロっとしたやつね。さあ一応ね、呪法呪もらえるんで必ずね、見るようにしましょう。そんでゲットしたらカイラの修行、そしてカイラの思い、エンマに好きだっていうのかな、ちょっとわかんないですけどね。はい、じゃあ一応ね、10連だけ回そうかな。このカイラね、限界突破すると打ち消しを受けたとき自分に超過後発動。これはこの前の、対抗棒は超過後ではなく過後で、あれは必殺受けてた だっけな、ちょっと忘れちゃったけど、今回も限界突破するとすごい強くなる。だからちょっと質問よくね、このカイラどうですかってされるんだけど、いや超過後、まあ基本はね、取り付く超過後で攻撃速度アップだから、まあ基本ね、超過後妖怪、この妖怪三国志では超過後、加護、打ち消しガード、お祓い打ち消し、まあ、こいつをね、持ってる妖怪は大抵なるべくねゲットしておきたい。まあただ超過後っていっぱいいるけど、まあ、この前の大記事みたいにね、必殺なんだっけ、打ち消しガードはあんまりいないので、まあ打ち消しガードで、打ち消しガードがね取り付くいないので、まあ取り付くに開幕打ち消しガード使ってる妖怪と一緒に使ってね、防衛とかバトルするといいのかなっていう感じですかね。で、打ち消し強打で妖気上昇 30% いいねという感じですね。まあ基本性能高いで、命中クリティカル、ぶつかりという3種の神器揃ってて、超クリティカルも揃ってるというね、はい。まあ基本性能しっかりしてるという感じで、ただね、まあ以上王族なんで、武王もそうなんだけど、なんかあんまり国取りのね防衛では今後めちゃめちゃ冷戦じゃ、今のなんだっけ、対抗棒と一緒にとんでもない化け物に育つ可能性があるんですけど、限界突破で打ち消しを受けた味方全体に加護で、カイラの場合は単体加護、超加護なんだよね。だからまあなんつうんだろう、対抗棒と組み合わせたらもう最悪だなっていうか、すごいなっていう感じがするけどね。後藤としたら妖気ゲージ速度アップを受けた時に全体に打ち消しとか、なんかわけわかめちゃうんだよね。なんでまあね、こういう作戦できたかっていう感じだよね。まあ強化はね、ガシャでしかできないので、もうなんつうんだろうね、去年までは確定が150連だったんでね、150連分回してた人たちに同じぐらい分回すとすごいことを起きるよっていう感じなのかな。でもちょっと打ち消し受けた時に自分に超過後って、50% なんだね。ただね、で3番が超過後を受けた味方全時、味方全体に打ち消しガードとかね、なんか5番は強打を受けた時に自分に超過後とかね、なんかはい、強さプライスレス、じゃあ強さエンドレスなのかわかんないですけどね。なんかさりげなくって感じだよね。なんでまあはい、
文字通り限界突破すればするほど強く、まあ非現実的ではあるんだけど、あの美化金税とか、私ちょっと美化金税なんで、あのパス買ってるぐらい。ただ年間シートみたいにね、あの今後このパスがしっかり売れれば、あの年間シートのようにあの安定した収益を得ることができると思うので、まあそれプラスで限界突破の時代なんですかね、転生のね。はい、というわけで、あ、一応これね、サーバー1の方でやっていきたいと思います。一応ね、サーバー1の方は447位で500以内ね入ることができました。で、あと今回のさすらいバトルはこうなんかさすらい宝箱みたいなのがあるんで、まあ最後にね、あのどっちか寄せてもいいのかなって感じで、まあ300宝珠使えば一突いくのかなっていう感じが今回のイベントかな。うん、で、あとは今回のカイラは特攻力としてもね、イベント攻略のコツで、獲得スターの方ですね、スターの方の獲得量アップなんで、まあ周回がしやすくなるって感じですね。うん、で限界突破すればっていう感じなんだけど、まあここはそんなに大したことないかなっていう感じだね。 5% ぐらいなんでね、だいたい今3000かな、3000の今私4000か、4000で4000ダメージとか当たった時に 5% 増えてもね、たかだかね200ダメージしか変わらないので、まあ、そんなにかな。特攻力としてはそんなに、まあ、今後ダメージ大きくなったら変わってくるのかな、ちょっとわかんないですけど、うん、まあちょっと特攻力としては武王の方がいいのかな、絆ドロップアップの方がねいい感じはありますけど、皆さんどうですかね。まあでも、うん、まあ私はあんまり使いこなせなさそうなカイラだな、一突しないとなーっていうとこだよね一突したカイラを使ってみたいね自分に超過護か、とんでもないな。うん、どんなことになっちゃうんだろうね、今後敵で出てきた時にどうなっちゃうのっていうね感じはあるね。あの対抗棒とカイラは敵の時はさ、五突カイラとか五突対抗棒とか出てきても全然おかしくないからね、敵の場合はね。なんでまあちょっとその辺敵に出てきた時の面白さはあるかもしれないね。はい、というわけで長画者の方が、ただすり抜けないのはいいね、転生きたら 0.1% なんで、あ、こっちか、こっちは 0.4% かな、やっていきましょう。まあね、うん、0.25% か、すり抜けないのはいいね。うん、はい、ただ調整確定なんで、なんかいいの1個ちょうだいよって感じですかね。だからなんかパスかな、10連以上は。あ、ジバニャン見っけ、白になれ、プラチナ、白銀、どこじゃ、ブーン、おお、二次カップか。残念ながら転生にはならなかったんですけど、まあゲットされた方はね、おめでとうございます。まあこのイベント長いんでね。あ、調整、え、転生来てくれる、もしかして来い、両方来たねぬらりと。で今回は、前回はね、コキビちゃんとオオキジンが限界突破したら金貨獲得量アップだったんですけど、今回ねちょっとねグレードダウンされたんだよね。ノルカソルカたちがゲットしても、あ、ゲットは大事なんだよね、一応イベント攻略のコツがあって。ノルソルたちね、絆ドロップ 5% アップ、ヌラリヒョンもノルソルも 5% アップなんだけど、前のねコキビちゃんたちみたいに限界突破するごとに金貨獲得量アップみたいな、この限界突破マップみたいのが今回ねぬらりとノルソルにはないので、なのでもう持ってる人はね、そして持ってる人でもカイラいいわっていう人はね、今回スルーでいいのかなと思います。ただね、後半のねソルカ強いかもしれないので、あとどうなんでしょう、星今4だけなんだけど、多分星5とかねどんどん強くなっていくと思うので、まあ今のノルカは強くないけど、
今後ね強くなると可能性もあるんで、はい、あれですね、どっちかっていうと武王の方が欲しいな。はい、結構ねコメントではねゲットしたよっていうね声がたくさんあるんですが、まあとにかくね本当ステップアップガシャはね沼なんでね、武王とどっちがいいってどっちがいいんだろうと、私ねこっちの取り付くの方が使いやすいかな。超過護って私ねあんまりうまく使えなくてね、まあどっちかというと防衛系だよね。あとはなんつうの万里の試練とか、うん、武王のねこの 70% アップとかいいよね。はい、なのでほんと武王が王族じゃなかったらなーっていうね。王族で土のイベントなんてほんとこの前以外でいつあるのっていう感じがねあるんで、ちょっとそれだけ王族のイベントってね割と、王族ってやっぱボスっていうよりガシャになっちゃうんで、王族のボスたまんないんだよね。ただ一応今回の例えば4とかはまあ王族がね2体いるんで、まあいいっちゃいいんだけど、うん、まあでも今後こんな感じでさ五凸のさエンマが出てきてさ、この時の好天実写は特に五凸あんまりねパンチ効いてないけど、今後、ね、さりげなく五凸のねあのこのノルカも五凸の仕様にはなってないのかな、うん、なんだけどちょっと今後ねさりげなくここにポコッとね対抗棒とかあの今回のカイラがいたらね、五凸でいられた日にはすごいよね。なんでちょっとこの好天実写も今後パワーアップとかあるんじゃないかなっていうところがね予想されますよね。なんか他の対抗棒とカイラたちがねちょっとうん強すぎるもんね。なんで好天実写今ね、はい、まあもともとね今回のイベントで重要な開幕お守り、あそうお守りも重要だよね、うん、打ち消しガードだから。そうだよね、カイラは今回のカイラはこの好天実写今と一緒にセットで使ったらねすごい強い感じになるのかななんて思うんですけど、はい。なんでねちょっとノルソルとヌラリをね余計にゲットしてもなんかあんまり美味しくないのでちょっと残念だなっていうところがありますね。ヌラリはそう私、ま、それに気づかなくてさ交流ポイント使っちゃったんだよね、ほんと失敗した。でさらに今回ゲットだからしかもこのヌラリ分かりづらいしな、うん、まあちょっと失敗しちゃったら失敗したといえば失敗なんですけど、まあいいかなっていう感じかな。うん、ちょっとノラリじゃねえ、ノルソルはこれはもともと限界突破しててあれか、あと400か、はい、これもまあいいかな、今回倒せるしっていう感じですかね。はい、という感じにいたします。皆さんね結構コメントではゲットしましたっていただいてるんですが、限界突破までいった方一応ねこの前のなんだっけ対抗棒が無制限に使えたっていうか、取り付くの時は1回だけしか発動しないんですけど、今回のねカイラも無制限に発動だと思うので、ちょっとね歴史を変えるというか、はい、変える感じがしますよね。打ち消しをばらまく前世の時代からこんな超まあね対抗棒みたいに全体じゃないにせよ、うん、という感じで、まあぶつかりダウンがないんでね、敵で出た時はあっという間に瞬殺されるんでしょうけど、はい、まあちょっとねこの首の座ってないカイラなんか変だよねちょっとね今後も楽しみにしたいと思います。はい、じゃあ今回はこんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、あとはスーシちゃんの方のガシャも60連やろうと、やりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。